ここは広島、流れ川。中四国最大の繁華街として知られている。全国からお金、美女が集まる楽園だ。今回は、そんな楽園の近くにあるお好み焼き屋さんを紹介しよう。牡蠣の鉄板焼きた。油断はするな。あっ、ほら、美女が飛び出してきたよ。本日のメニューは、お好み焼きなんだけど、なんていうお好み焼きだったかな。忘れちゃいました。チーズとか餅とか、いろいろ入ってて美味しかったです。それでは、ゆっくりしてってくださいね。2024年に開催されるパリ五輪の正式種目、ブレイクダンスです。なかなかの切れ味だ。日本から金メダル選手が出るといいですね。
ただきますは感謝の心。